沖宮は、沖縄県那覇市にある神社。琉球八社の一つであるが、近代社格制度では社格を与えられておらず、神社本庁に属さない単立の神社である。奥竹山公園の東部に位置する。天根受久女竜宮王を神、天竜王御家、アメクシンオツ神、熊の三神を祀る。明治の神仏分離までは、沖山三所権限と称し、 神仏集合で、阿弥陀如来、薬師如来、十一面観音を祀っていた。創建の由緒は不詳だが、源のためともの時代と資料にある。聖徳三年の琉球国由来期には、大昔、那覇港の海中から、光が絶えず射していたので、調べてみると霊木であった。これを、熊野権現の霊木とし、斜樹を立てこの木を祀ったとある。最初は、 那覇不との地にあったが、明治41年、那覇港不ふ築港に伴い、那覇市、朝戸の朝戸八万宮の林地に遷座し、寺は、那覇市住吉町に移転した。その時の社殿は、琉球における神社建築の典型例として、昭和13年国宝に指定されたが、沖縄戦で消失した。戦後、日下誠中に、沖宮を復興せよと、信託があり、 沖暮れ牧の根元は、大山の天頭山と神事があった。昭和36年に、東道町へ仮潜座し、同50年、現一である奥竹山公園内へ潜座された。令和2年に、神社本町との非包括関係を解き、単立神社となった。その他、仙台宮寺である、彦誠正氏によって、沖縄各地に、伊景神社、儀生神社、恵比寿神社、 上ミ器具が創建された。また、平成29年には、伊平野島に、伊平野テにはトガミ社が創建された。熊谷洞窟の要拝所の役割を果たす神社である。いずれも御祭神は、アマテラスオウミカミである。各路線の詳細は、琉球バス交通、那覇バスの項目を参照。ありがとうございます。